メーガン・ジェンドリックはアメリカ・アシントン州タコマ出身の女子競泳選手。旧姓はメーガン・クワン。専門は平泳ぎ。1999年のパンパシフィック水泳選手権100メートル平泳ぎで銀メダルを獲得するなど早くから注目されていた。16歳で迎えた2000年シドニーオリンピック代表選公開では100メートル平泳ぎで ランキング1位の1分7秒12をマークして、金メダル宣言をしていた。本番では、宣言通り1分7秒05で、当時の世界記録保持者のペネローペ・ヘインズラを抑えて、金メダルを獲得。メドレーリレーも、世界新記録で優勝した。2001年の福岡世界水泳選手権では50メートル平泳ぎで4位。 100メートル平泳ぎで5位と個人種目ではメダルに届かなかったがメドレーリレーでは銀メダルを獲得2004年アテネオリンピックは選考会で敗れ出場できなかった同年に俳優の姉さんジェンドリックと結婚して改正する2008年北京オリンピック代表選考会では100メートル平泳ぎで2位に入りに大会ぶりの出場計を獲得本番では5位 予選を泳いだメドレーリレーでは銀メダルを獲得した。ありがとうございます。